ベンチに回ったラムズデールに早くも感心。アーセナルに所属するイングランド代表ゴールキーパーアーロン・ラムズデールへの注目度が、にわかに高まっているようだ。イギリスデイリーメール電子版が報じている。アーセナルのアルテタ監督は17日に行われたプレミアリーグ第5節エバートン戦において、それまで選手誤審を務めていたラムズデールを控えに回し、今夏、ブレントフォードから期限付き移籍で獲得したスペイン代表ゴールキーパーダビド・ラヤを先発出場させた。アルテタ監督はこの選択について、ビエイラやガブリエウ・ジェズスと同じ理論だ。特定のことをする試合があれば、別のことをしなければならない試合もあると説明。今後はラムズデールとラヤをローテーションで起用する可能性も示唆した。このコメントから察するに、アルテタ監督は今後もラムズデールに信頼を置き、重要する可能性が高いと言えるが、急な守護神の交代を断行したことで、ライバルクラブがラムズデールへの関心を強めるようになったという。その一つがチェルシーだ。今夏、ブライトンからサンチェスを獲得したが、ゴールキーパーのオプションを強化することに引き続き前向きな姿勢を示しているという。また、来年3月に38歳になるノイアーの後継者を探しているバイエルンも、現在25歳のラムズデールに関心を示しているようだ。たとえ今後、アーセナルでラムズデールよりもラヤの起用頻度が高まったとしても、アルテタ監督が冬の移籍マーケットでラムズデールの放出に踏み切る可能性は低いだろう。ただ、ライカのマーケットで約109億8200万円以上のオファーが届いた場合、どのような判断を下すのかはわからないとデイリーメール電子版は報じている。また、アーセナルのファンはラムズデールへの愛情を示しているが、クラブ内では一つの懸念事項があるという。彼はこれまで枠内シュート9本を受けているが、そのうち4本が失点につながっており、セーブ率は 55.6 となっている。特に第3節フラム戦での1失点目、および第4節マンユー戦でラッシュフォードに決められたゴールについては、対応の仕方によっては失点を防ぐことができたとしてラムズデールの責任を問う声もあるという。移籍はない。アルテタが OK しない。ただのローテ起用。競わせるためにラヤを取った。サブの意味合いが違いますよ。まあ自然な流れだわな。今季はないけど来季はあるかも。まあ飛ばし筋だろうなぁ。こちらは世界のフットボールにチャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。